イリア・ウラジー・ミロビチ・ツインバラルは、ウクライナ、オデッサ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。1969年、ウクライナのオデッサで生まれた。1986年に、地元のクラブ FC チョルノモレツ・オデッサにてキャリアを、始めた。1993年、ロシアプレミアリーグの FC スパルタク・モスクワへ移籍をし、1995年には、 ロシア年間最優秀サッカー選手賞に輝いた。2002年のシーズン終了後 FC、アンジマハチから2点現役を終えた。引退後は、アンジマハチからの副社長に就任。2004から2006には FC ヒムキのアシスタントコーチに就任をした。2006年、当時ロシアセカンドディビジョンに所属していた FC、スパルタク MZHK リャザンの監督に就任を、すると、 中央にて優勝を果たし、ロシアファーストディビジョン昇格を成し遂げた。シーズン終了後、クラブ陣営から契約延長を申し込まれたが、合意に達することができなかったためクラブを去った。2008年、FC ニジにニノブゴロドの監督に就任をしたが、2009年に、自ら辞任。2009年12月22日、FC 新肉ヤロサラブリのアシスタントコーチに就任を、した。 翌年の5月11日、双方の合意により契約を解消した。2013年12月28日、心臓の病のため故郷のオデッサで死去。44歳没。代表は独立して間もないウクライナ代表を選択し3試合に出場したが、1994年にロシア代表に倶えした。 ロシア代表としては1994年4月20日にトルコ代表との試合でデビューを果たし、同年5月29日のスロバキア戦で初ゴールを記録した。1994年から1999年の期間まで代表に招集され、28試合に出場の4得点を挙げた。FC チョリのモレツオデッサ FC スパルタク、モスクワ FC ロコモティフモスクワ。 ありがとうございます。